い、塩見です。ですね、今どこ来てるかというと、この京阪電車のですね、寝屋川駅に来ております。この近くにですね、すごいラーメン200円というすごい激安のですね、食堂があるというので、そっち行ってみたいと思っております。それでは行ってきます。はい、この商店街の中ですね、多分ね。お、すげえ激安って書いてある。こちらですね。焼き飯300円、餃子170円。やっぱり焼き飯 A ラーメンですね。はい、食べてきましたが、本当にラーメン200円でしたね。すごいな。味の方はですね、まあ、普通といえば普通ですが、全然いけますね。でもということでですね、宮川駅から徒歩5分ぐらいかなという感じでですね、はい、ラーメン食べてきましたという動画でございます。皆さんももし寝屋川とかに来る機会がございましたらですね、行ってみたらいかがかなと思います。それではまた違う動画でもお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。